さあここからの時間は男子プロバスケットボールリーグ B リーグの B1 所属で佐賀市に本拠地を置く佐賀バルーナーズの応援番組バルーナーズラジオをお届けします。よろしくお願いします。早速参ります。佐賀バルーナーズは先週土日ホーム佐賀アリーナで同じ西地区の長崎ベルカを迎え撃ちました。試合結果です。第32節4月13日土曜日ゲーム1は61対63、翌4月14日日曜日ゲーム2は73対80と今シーズン最後の九州ダービーは2連敗となってしまいました。ゲーム1が6246人、ゲーム2が7162人の来場があっただけに、この2連敗は残念でした。悔しかったですが、ブースターもすごくこう火をつけられた感じで応援もすごかったですよ ね。 そうだね。さあそれではここからは試合後のインタビューです。まずは宮永優太ヘッドコーチ兼 GM です。どうぞ。昨日の反省点からね、自分たちのペースでやるとか、もったいないミスを少なくするとかね、というところをもう少しはっきりと色を出したかったんですけど、序盤ですね、ちょっとペースを握られてしまったっていうのは何とも言いようが難しいなと、ここを乗り越えたかったんですけどね、ここ成長するポイントだったんで、やりきりたかったですけどね、出だしのところ、思うようなものとならなかったっていうのは、改めてうちはまだまだだなというふうに感じました。ゲーム1ね、ちょっとね序盤やられちゃいましたからね、でもね、そしてゲーム2ね、ゲーム2のその序盤やられてしまって、もう盛り返して、あとちょっとだったんだけどね、惜しかったんでもね、ヘッドコーチまだまだかもしれませんけど、まだまだやれます。これやってくれるでしょう。そうですね。続いては選手インタビューです。まずはヨーリ・チャイルズ選手です。どうぞ。 I think last time we played them, we...先月長崎さんと試合した時は、私たちがアグレッシブに、私たちの方が向こうに対していろいろやったと思います。ボールプッシュしたり、相手を長崎さんを止めたり、私たち走ったり、自分たちがコントロールしてた気がするんですけど、今回は逆に向こうがいろいろ私たちやってきて、自分たちができるだけなんか追いつくように、ずっと追いつこうとしてた感じで、向こうの流れにでプレーしてた感じでした。続いてチェイス・フィーラー選手です。どうぞ。ディフェンスではあんまりうまく相手を止められなかったと思います。ブラントリー選手とあとボンズ選手を自由にプレーさせてしまったと思います。オフェンスではちょっとターンオーバーが昨日と今日ちょっと多すぎました。スリーポイントは5本決めましたけど、全体的で言うと17分の5ですので、あんまり良くなかったです。で、数字関係なく、自分はもうちょっと、プレーをレベルアップしないといけないと思います。最後は狩野雄介選手です。どうぞ。セカンドで出る時っていうのはやっぱ流れを変えたりだとか、そういったところが試されるといいますか、自分の役割だと思っているので、思いっきりシュートを打とうという気持ちで入りましたし、どうにかして流れをこっちに持っていこうという気持ちで、入りコートに立ちました。で、それが結果的にはできましたけれども、勝ちにはつながってないので、残念な結果になったかなというふうに思います。これで長崎とは今シーズン1勝3敗になりましたが、来シーズンどちらもね B1 にいますからね、これはもうリベンジに期待したいと思います。期待したいと思います。そして一昨日は平日のナイトゲームが行われました。 B1 第33節4月17日水曜日、アウェーで同じ西地区の琉球ゴールデンキングスと対戦しました、はい、試合は2度の延長、ダブルオーバータイムに突入する大激戦の末、97対101で敗れてしまいました。でもね、負けはしましたけれども、ハレルソン選手が復帰してくれましたから一安心ですね。いや、私この試合ね、もうやっぱりバルーナーズが大好きだなと思わせてくれる試合だったなと思いました、長崎戦琉球戦の結果、佐賀バルーナーズの通算成績は27勝27敗、西地区5位、全体14位となりました。さあここからはあのコーナーをお届けします。ミスターバルーナーズリョッピこと井上亮太選手がキャプテンの山下泰弘選手に話を聞いています。どうぞ。お出かけリョッピラジオ、皆様ごきげんよう。ミスターバルーナーズ井上亮太です。第4回のゲストはこの方です。佐賀バルーナーズ背番号5番の山下泰弘です。そっからじゃあプロを志すような
きっかけっていうのはありましたか。はい、まあね、これがまた難しい話でね、たまに聞くやつですよね。そうそうそう、だね、当時はプロっていうのがなくて、はい、その実業団がゴールではあって、当時 JBL かな、うんうん、実業団チームがあって、そこがやっぱ一つの一番トップ、当時はトップだったっていうのがあって、はい、そこに入れたらいろんな、ね、大企業チームは持ってたんで、うん、まあ、そこに入れたら安泰だなっていう気持ちでいましたね。そうですよね、はい、でもまあその当時ってそういう B リーグじゃないか、そんな感じですよね。ね、でそこで大学、高校大学とちょっと怪我が多かったので、まあ、ちょっとプロっていうか、まあ、厳しいかなっていうのはあったので、まあ、一応社員契約で入って、まあ、午前中しっかりとお仕事をして、はい、で午後から練習というか形を取ってました、ね、しっかりとお仕事をしてですよね。で、まあ、当時ね、今ヘッドコーチの宮永さんもいてね、はい、宮永さんと一緒にね、しっかりとしっかりとですか、はい、もう午前中どっかで会議室で時間食べて食べて時間使ってる、会議室で時々ミーティングはしてましたバスケットに関わるミーティングは宮永さんとしてたりもありましたけど、まあ、基本的にはしっかりとお仕事をして、で食堂に場所を移して、はい、食堂にいろいろ場所を移してまたミーティング始めてっていうのはありましたけど、はい、そんなこともあったんですね、はい、すごい関係性ですよね。いや、すごいですね。だからね、いろんな縁がありますね、はい、それで今佐賀バルーナーズに移籍してきたというか、はい、昨シーズンから一緒にやってるじゃないですか、うん、そのバルーナーズ移籍のきっかけとか、なんか印象とかってありますか。きっかけとしてはやっぱ宮永さんがいたっていうのが一番で、うん、で、まあ、自分的にもね、もう前のチームでそろそろ終わりかなと思ってた時に、うん、まあ、宮永さんも声かけてくれて、まあ、だったらっていうのがあったかなっていうのがありますね。あれですよね、なんか僕と大輝みたいな関係性で、うん、で僕がヘッドコーチになった時に大輝一緒にやろうぜってなったみたいな感じですか。まあまあ今の関係性で言ったら、まあそうですよね、うん、それってすごいですよね。いや、だから本当ね、こう長くやってると何があるかわからないなって。 そもそも B リーグができたのも自分の中で分岐点だったし、うん、確かに確かに、で30歳ぐらいで B リーグできて、で当時はね、その企業に勤めてたので、まあ、そろそろ引退して社業の方に専念しようかっていうタイミングで B リーグできて、うん、でそこからねチーム数も増えて、うん、だから本当何が起こるのかわからないなってそうですよね。だからヤスさんのこのね、はい、面白いところはなんかこうやる気マックスみたいな感じじゃなくてまあまあそう、ね、バスケットやり続けて、なんかこうきっかけがあってこうスッとこう、なんか緩くこう、なんかプレーのような、運が、運が、なんか滑らかにこう動いてる感じがしますよ。まあ、本当、運が良かったですね。あの、こういうこぼれ話、面白いですね。そうですね。なんか食堂話とか、ね、気になりますよね。そして今日は井上亮太選手のお誕生日ということで、おめでとうございます。おめでとう。これからもね、いろんなところで活躍していただきたいなと思います。うん、今回もリョッピラジオここまでですが、はい、来週もこの続きをお届けします。お楽しみに。それでは試合情報です。佐賀バルーナーズの次の試合は明日あさってアウェーで同じ西地区の京都ハンナリーズと対戦します。お時間となりました。以上、佐賀バルーナーズ応援番組バルーナーズラジオでした。